はいどうもこんにちは。前回は交流の発生を扱っていきましたが、今回は交流を扱った問題、特に平均消費電力ですね、これが出てくる問題っていうのは扱っていきたいなと思います。文章をしっかり読まないと分かりにくい問題になってますので、しっかりとね、丁寧に説明していきたいなと思います。それでは一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように問題プリントは概要欄にリンクを貼っていますので、一度問題を解いてから、またこの動画に戻ってきてください。 はい、それでは、ね、問題の概要から説明していきたいなと思うんですが台車がまずあるんですねで台車の中央部分にこうやって導線があるんですね。で導線があるので、まあ、回路につないであげると電流が流れたりするようになってるんですね。でこの台車にバネ定数 k のバネをつないでまずは単振動をさしてあげましょうねという問題なんですね。で磁石があるので N 極から S 極この図でいうと上向きに磁場が発生していて時速水の強さが B なんですけどもただね磁場が発生しても,もちろん 誘導起電力自自体体はは生じるんんでですが回路自体はねできていませんから電流は流流れないんですね電流が流れないってことは電磁力ですね電流が磁場から受ける力っていうのは発生しませんからもう単純なね単振動になっているということでした。じゃあ x 方向が右向きで今左向きに a 縮めた状態から手を離して単振動をさせてますから自然調の位置っていうのがちょうど原点振動中心になってますから。 マイナス A から始まるような単振動になっているということですね。なのでまずグラフ書いていきましょう。はい。で問題としては、この時のね、台車の1、x を時間 t を使って表していきましょうということなんですが、まあ、グラフで見てあげると、これコサイン型、マイナスコサイン型になってますから、マイナス a コサインオメガ t の形でしたね。なのであとは角振動数オメガを求めていくだけになるんですね。はい。じゃあオメガの値ね、どうやって計算していくかというと、もちろん運動方程式立てて考えてくれてもいいんですけども、 今ね単振動していてバネ振り子でなってますから周期がね 2π ルートこたつの上のみか二 2π ルート k 分の m で覚えていますよねそしてそれがオメガ分の 2π に等しいということからオメガを計算してあげたらいいですよねはいよろしいですかねなのでグラフから考えてあげるとマイナスコサイン型ですからマイナス a コサインオメガ t オメガの値が周期からオメガ分の 2π からオメガの値を計算してあげるとルート m 分の k がオメガになりますからルート m 分の kt になるってことがわかるということですね もちろん運動方程式ね、先ほども言いましたが、運動方程式使ってくれてもいいですかね。MA イコール弾性力マイナス KX ですね。そこから A の値がマイナス M 分の KX。単振動するときは加速度がマイナスオメガ2乗 X で働えられましたから、オメガの値がルート M 分の K とそこからも出てきますかね。まあそういうふうに計算してくれてももちろん OK です。はい、じゃあ、ローいきましょう。この時ね、電流は流れません。回路はできていませんから、電流は流れないんですが、誘導起電力だけは生じるということですね。 でこの上向きの地盤を横切る動体棒が誘導機械力を生じさせるということですよね。 じゃあ横切ってのはどの辺かというとこの辺ですよね長さ L の胴体棒胴線の部分ですねこの部分に誘導器電流が生じるということでしたじゃあ今は左端から始めて右向きに運動している時を考えてますから右に運動している要するに胴体棒が右に進んでいるということは中にある充電子が右に進んでいる無理やり電流向きを定義してあげると電流向きはプラスで考えますから左向きですね左向きの電流そして磁場の向きが N から S ですから上向き なので、親指受けるローレンツ力の向きっていうのが向こう向きになってるんですね。なので、自由電子が奥に溜まっていくと。なので、奥側がマイナス、手前側がプラスの誘導起電力が生じるということですね。 はい、いよろしいですかね。なので誘導起電力の向きから考えてあげて A と B どっちが電位高くなるかっていうと A の方が電位が高くなるということですね。はい、でははい行きましょうこの時のこの誘導起電力を求めていきましょうということなんですがもうちょっとファラデーの法則を使っていくというよりかは今回ね速さが計算もしできてしまったら BLV から計算できますから BLV ブルブ使って求めていきましょう。 はい、じゃあ、時速密度の強さが B ですね。長さが L になってますから、あとは速さ V だけ計算してあげたらいいということですね。で、今、位置座標 X が計算できていますから、こっから速さ V を求めていきましょう。V はどうやって計算できるかというと、X を時間 T で微分してあげると V になるということでしたね。はい、ここまでよろしいですかね。速度っていうのは単位時間あたりの位置変化、デルタ T 秒間にデルタ X 変化したら、デルタ T 分のデルタ X とかけた。 それをデルタ t を限りなく0に近づけてあげると、微分するのと一緒だったということでしたね。x を t で微分してあげると、まずコサインがマイナスサインになりますから、プラスの a サインの形ですね。で、この中の部分を t で微分していきますから、ルート m 分の k が前に出てきて、s i n ルート m 分の kt になる。これが v の値になっていると。 じゃあ速度を計算することができましたから誘導起電力は BLV ブルーブで計算できましたねはい確認していきましょう BL そのまま代入してあげて V の値が今ここで求めた値ですから代入して、まあげとこのように計算できるというところですねはいでは続いての問題いきましょう続いての問題はここにですねレールを置いてあげてこのレールの先こっち側に抵抗をつないであげましょうということなんですねでここで誘導起電力が生じてて レールが繋がれていて、抵抗に電流が流れるようになってますか？ら抵抗でジュール熱が発生しますよね。その時のジュール熱を求めていきましょう。ということなんですが、台車の条件としては一番最初ですね。左にマイナス a 行った状態から、また左端に戻ってきた時、その間で発生したジュール熱を求めていきましょう。ということなんですね。で、この時発生したジュール熱なんですが。 男性エネルギーは変わってないんですよ、ね、マイナス A のところから始まってマイナス A の近傍って言ってますからマイナス A のところまで戻ってるわけじゃないんですけどマイナス A の近くまで戻ってきてたら男性エネルギーの変化がゼロなんでエネルギー変化がないから重熱発生しないじゃないかっていうことなんですけど今回はマイナス A の近傍ということを言っていますから近くではあるのでマイナス A ではない。だから男性エネルギーがちょっと減ってそのちょっと減ったエネルギーが 抵抗で発生するジュール熱になってるとして考えてあげましょうとでちょっとだけ戻ってきてないっていうそのちょっとだけがどれくらいかっていうのがわからないので今回はジュール熱を直接計算していくしかないんですね。でどうやって計算していくかというとこれ交流ですよね交流電源があって抵抗があるわけですから抵抗では平均消費電力平均で 考えた時の消費電力っていうのがあったんですね。それがどうかけたかというと、2分の 1I0V0 でかけたんでしたね。はい、よろしいですかね。平均消費電力が2分の I0V0、V0 が I0R。 あるいは i0 が r 分の v0 と書けるということからこの2つでも書くことができたということでしたねじゃあ今回は交流電源の電圧の振幅ですよね振幅 v0 っていうのがどこに等しいかというとここでしたねこれが交流電源の振幅 v0 になっているということでしたはいなので今回の平均消費電力がいくらになっているかというとここを v0 と置いてあげると 2r 分の v 0二乗になっているんですねで平均消費電力っていうのは何かというともちろんこれ振動している間でにですね このの交流電源の電源圧がサイン何とかかですから時間によって変わってくるんんですねもちろん時間によっってて変わってきますからこの時はすごいジュール熱発生してるけどもこの時は全然発生してないということで時間によって変わってくるんですね時間によって変わってくるけども平均したらこんだけですよということですねなのでコンスタントで考えてあげると毎秒毎秒こんだけジュール熱を発生しているというふうに考えてあげることができるのが平均消費電力なんですよね じゃあ今これがマイナス A のところから始まって1周期過ぎてまたマイナス A の金棒に戻ってきたんですね1周期かかったんですよね。なのでこれが毎秒ですね1秒あたりで発生する重量年数あとは時間さえ分かってあげたら時間かけるだけでいいんだけど時間は何かというとバネ振り子ですねバネ振り子の周期が分かればいいそれが 2π ルート K 分の m だったんですね。 はい。よろしいですかね。一応確認していきましょう。P バーがここですね。2R 分の V0 に乗。V0 はここの振幅の値です。 そして時間 t ですね。いくらの時間かかったかというと、マイナス a からマイナス a の近傍ですから、ほぼ一周期と考えることができますので、バネ振りコの周期 2π√k/m を代入してあげると、まあこのように計算できるということなんですね。で、今回はマイナス a からマイナス a だと男性エネルギーの変化がないので、エネルギー消費がないというふうに本来は考えるべきなんですけども、マイナス a の近傍って言っていますから。 バネのネの性エルギーがいくらか減ってるんですねそのいくらか減った男性エネルギーがこのジュール熱に変わってるとエネルギー保存の観点から考えてあげても出てくるでしょうと。 はい。なので、法の値が男性エネルギーです。はい、それではへやっていきましょう。実際はですね。男性エネルギーが減少することによって、その減少したエネルギーがこの発生したジュール熱 w になっているということだったんですね。なので、マイナス a のところまで戻ってくるのではなくて、マイナス a の近傍、その近傍の位置がどこなのかっいうのをしっかり計算していこうというところなんですね。 はい、じゃあエネルギーの観点から考えていきましょう。男性エネルルギーーの減少分が発生したジュール熱になっているととうことですね。はい、では計算確認していきましょう。男性エネルギーの減少分は一番最初がね男性エネルギー一番大きかったんですね。2の2の 1Ka 乗ですね。今はどの位置に行ってるかわかんないんですけど一応 x をしてあげるとその時の男性エネルギーは 1/kx の2乗ですね。なのでこれが男性エネルギーの減少分になっていると。 でその現象分が発生したジュール熱 W になっているということですね今回 W を用いて良いということでした、はい、あとは計算してあげると X の値がプラスマイナス2つ出てくるんですけど、まあ、戻ってきた時ですからプラスの時じゃなくてマイナスの時になってますからマイナス L とこの値というふうに計算できるということなんですねはいそれでは糖をやっていきましょう等は長時間経過したのでジュール熱がたくさん発生してですね弾性エネルギーが0になる要するに X が0になるということですね なので x が0になるっていうことから先ほどの辺の式から考えてあげるとこのようにね答えが出てくるということですね。はいそれでは最後の問題やっていきましょう最後の問題は先ほどはですねこの交流電源ですね台車が交流電源になってるんですが。 それに抵抗をつないでたんですがその抵抗を次はコンデンサーに変えていきましょうと電気容量 C のコンデンサーに変えた時のそれぞれのエネルギーを見ていきましょうというところなんですね。コンデンサーの静電エネルギーであったりとか台車が速さを持ってますから運動エネルギーであったりとかそしてバネが縮んだり伸びたりしますから弾性エネルギーがあったりとかしますからねだからそれでれエネルギーを見ていきましょうというとところなんですね。 で今回台車がね速さ V 使ってくれていいですよってこと言ってますから最初の問題は V が与えられてなかったのでその V をまず求めるところから考えていったんですが今回速さが V なのでこの誘導起電力が BLV だってすぐ出てくるんですよねはいでは交流電源1個コンデンサー1個1個1個ですから両方とも同じ電圧になってますよねなのでコンデンサーの電圧が分かりましたから静電エネルギーは 1/2CV の2乗からすぐに計算できますね。はい、でははいいで続てリいきましょうリは 男性エネルギーを求めていきたいんですが1が、x、要するに自然長からの伸びが x になってる時なんですね。その時の時性エネルギーってもう公式通りですね1 2の2乗ですね。ね、はい。2の 1kx 乗では N いきましょう N も簡単ですね台車の速さが V で質量が M で運動エネルギーいくらですかという問題なんですが M も V も分かってますから1 2分の 1MV の2乗ですね。 はい、ではルーはこのコンデンサーをつないだ時の台車の振動ですね台車の振動がカッコ2の振動と比べてどこがどういうふうに変わってますかっていう比較してあげて考えていきましょうという問題なんですけどカッコ2ってのはレールがつながれてなかったので誘導起電力が生じるけども誘導電流流れないですかね。なので他に力が働かないので単なるバネ定数 K のバネ振り子になっているということだったんですね。 もちろんその時は2分の 1mv の2乗運動エネルギーたす男性エネルギー2分の 1kx の2乗が一定の値定数になっているということだったんですね。で今回はエネルギーの形態として3つありますよね男性エネルギーそして静電エネルギー運動エネルギーありますからこれら3つの和が保存されている達したものが保存されているということですね。 はい、ではそれぞれ3つのエネルギーの形態の和が保存されるということなんでそれぞれ共通因数を見つけてあげてくくっていくということをしていきましょうじゃあここが V の二乗ここも V の二乗がありますから V の二乗でくくってあげると2分の 1M たす CB の二乗 L の二乗 V の二乗になってるんですねでレールがない時の普通のバネフリコで考えてあげたら2分の 1MV の二乗たす2分の 1KX の二乗が一定だったんですね なのでこの項は変わってないんだけども2分の 1mv の2乗の項が変わったのであたかも質量 m がこの値に変わったかのように見えると要するに質量に影響を与えるということなので今回の答えは2番ですよということになるんですね。はい、では O ーとやっていきましょう。O A、はこのの質量がいくら増えるのか減る かのように感じるのかということなんですけどもまあ、ここプラスになってますから増加してるんですねで、いくら増えてるかというとこの値の分だけ増えてくるということですねじゃあ C も B も L の値も分かっていますからそれぞれ値代入して計算していくだけですね はい。よろしいですかね。値それぞれ代入してあげると、2.5×10 のマイナス2乗ですね。そして単位を書きましょうということなんですが、質量 M の単位がキログラムですよね。で、ここ同じ値でくくれてるわけですから、もちろんこれ単位が一緒になってるはずですよね。なので、ここ、キログラムになるということですね。で、ここがマイナスだったらもちろん減少になってくるんですけど、今回プラスになっているので、質量が M から M たすこれこれに変わった、増加したっていうことですね。なので、答え増加になるということですね。 はい、今回も交流の問題を扱っていきましたが、平均商品電力気づいたでしょうかなかなか気づきにくい問題でしたね。この動画が良かったなという人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。